皆さん、こんにちは。あかねちゃんと、あおいちゃんのゲーム実況のお時間です。アークゲーム実況第3話です。前回は、拠点となる家を作っていました。家って言っても屋根ないし、囲ってるだけやけどな。もう少し素材が必要ですね。で、今回は何をするん？もちろん、家作りの続きをします。お、ちゃんと繋がってるな。近くで素材を入手してきたので、壁を追加で製作し、高さを出していきます。あれ？端っこだけ作れへんな。何かに干渉しているのかもしれません。ひとまず、置けない場所は後で考えるとして、設置できるところを増やします。床から2段の壁だけで、随分囲われている感があるな。外敵から守られている感じがしますよね。屋根はスロープで作れるか試してみましょう。スロープ？屋根を使うんちゃうんか。屋根は床に使っているやつですが、それだと箱になってしまうので。ああ、ちゃんと斜めの屋根にしたいわけか。その前に素材があるうちにベッドを作っておきます。ベッドか、一気に家感が出るな。あれ？そういえば寝なくてよいって言ってなかったっけ？ベッドはリスポーン地点になるので、実際に寝るわけではないですよ。リスポーン地点？恐竜にやられたり溺れたりした時に、戻れる地点です。普通は違うのか。ベッドがなければ、周辺地域のランダム地点でリスポーンされます。リスポーンして、急に恐竜に襲われる可能性があるんか。ランダムリスポーンの場合はありえますね。あとは、狙った場所にリスポーンができるので、探索時にも置くと便利です。途中でやられても戻りやすいですので、どうでした時とかか。その通りです。何やら新しいの作ってるやん。麻酔矢ですね。今までは棍棒で叩いていましたが、本来昏睡は麻酔を使います。麻酔矢という意味で恐竜を眠らせられます。なんとなく進歩した感があるな。これと罠があれば大抵の恐竜はテーマできますね。なのでたくさん作っても問題ないアイテムです。ということで、弓と麻酔矢の出来上がりです。おお、様になってるな。連射ができないのと弓なので、ある程度、ブレますが、十分強力な武器ですね。麻酔銃みたいなのがあれば簡単やろうに。麻酔銃はまだまだ作れませんね。あ、ちゃんと存在してるんや。でも、銃なんてどうやって作るねん。金属を加工できるようにならないとダメですね。まずは、精錬炉でインゴットを作り加工します。そこからやらなあかんのか。なので、まだまだです。せやな、ゆっくり見ていくわ。作るだけなら簡単なので、精錬炉を作りました。早いな。設置して、金属鉱石と木材など、火付ける素材を入れて精錬します。今後、何をするにも、インゴットは、たくさん必要になるので、大量生産をしておきます。セットしました。これでインゴットが作れます。いきなり難しくなったな。いえ、やっていることは素材を集めクラフトして素材を入れてスイッチオンだけですので、焚き火でお肉を焼いているのと変わりません。まあそうやな。さて、しばらく時間が経ちましたので成果を見てみましょう。ちゃんと9つインゴットができていますね。これでより強力なピッケル矢斧の槍などが作れるようになります。そういえば最初に作ったやつやったよな。石の斧ですね。それより金属の斧の方が耐久力も攻撃力も高いです。攻撃力が高くなると一度に取れる素材の量も増えるので効率的です。なるほどな。より強力な道具を持つべし。ただ金属の斧は作業台がないと作れません。なので先に作業台を作る必要があります。マイクラとか思い出すな。同じような感じですね。ドラクエビルダーズもそうでした。では、屋根の代わりにスロープをつけていきたいと思います。いよいよ屋根か。ですね。実は、これ、屋根に代用できないのですよね。この時はまだ気づいていませんが。え？そうなん？ちゃんと、斜めの屋根があるので、そちらで作らないとダメなのです。後で壊すことになりますが、そこはまた後ほど。
2マス屋根は置いておいて、作業台を作ったので設置していきます。強力な斧が作れるんやな。その方がたくさんの木を集められるので先に作っちゃいましょう。作業台を置いたらインベントリに材料を入れて製作が可能です。適当に必要なアイテムを収納ボックスから取り出して作業台へ入れます。これで金属のピッケルが作れました。おお、これでより採取数が増えるんやな。でもピッケルやと木材じゃなくて藁が多いんやんな。そうですね、木を伐採するときはそうですが、岩を砕くときにはピッケルだと金属鉱石が出やすいです。なるほど、すでにインゴットは不足しているみたいやから集めて加工せなあかんのか。その通りです。斧や槍、そして弓に関しても金属のインゴットがあればクロスボウが作れます。弓より連射速度が速く、ブレも抑えられます。それは早く欲しいな。てかまだ弓を使ってるところを見ていない気が。まだ拠点作りなので新たな恐竜をテイムしていませんね。そろそろレベルも上がってきたのでプテラノドンのサドルが作れるかもしれませんが。そしたら空飛べるねんな。そっちの方が優先や。空を飛べると遠くへも行けますし、早く作りたいですね。素材もある程度集まったのでドアをつけます。玄関やな、一気に家っぽくなるな。ドア枠を設置しドアを取り付けます。すべて木製です。おお、家っぽい。スロープの見た感じは良さそうやけどな。この角度だと大丈夫そうに見えますよね。それっぽくスロープを設置したのですが、肝心の屋根部分が作れないのが判明します。スロープの先に屋根が置けへんのか。壁に対して屋根を設置することはできるようです。なのでどうにか工夫すれば設置できないのか模索します。もう一枚壁を設置し屋根を置くと、なんかずれてるな。上からも見てみましょう。隙間が空いてます。失敗作や。諦めてちゃんとした屋根を設置しましょう。これが正しいです。あとは順番に貼っていくだけで完成します。いらないスロープは解体して、はい、ということで完成です。おお、床だけと違いちゃんと家になってる。ベッドに作業台、収納ボックスぐらいなので殺風景な家ですが、ひとまずは屋内ができました。ここを拠点に進めていきます。十分な拠点の完成やな。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。次回はより強力な恐竜のテーマをしたいですね。それは楽しみや。では皆様、次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。見てくれて大きにやで。